幼なじみの少女に誘われて、あなたはここを訪れた。そしてたくさんの人々と出会う。十分な実力を持ってソロを貫く女性プレイヤー、実力主義のスコードロンを率いる有名なトッププレイヤー、それにキリトや私たち新実装の AI を相棒に、あなたはどんな風にこの世界で戦い生きるのかしら。これはあなたの選択と代償の物語。GGO で最近実装された大型アップデート、その一つがサポート AI アファシス。マイルームで本体の行動基準や見た目の他にいろんな機能が設定できるみたい。中でもユニークなのは資金運用ね。あなたの預金を増やしたり、お小遣いを渡せば自分で考えてアイテムや武器を調達してくるんですって。この子をちゃんと育てるのはあなたの役目よ、マスターさん。あなた自身の成長は先輩である私たちがサポートするわ。リスは武器の強化、エギルはアイテムの鑑定、アスナは衣装が作れる。実力はあって当然、その上で装備にもこだわるのがここでの生き方よ。さあ準備はいいかしら。アップデートのもう一つの目玉、新エリア宇宙船フリューゲル。同時実装のアファシスともきっと深く関わってくるはず。敵の強さも並じゃないし、ライバルもいっぱいいるでしょうけど、あなたらしい戦い方で勝ち抜くことね。これはあなたの物語なのだから。そしてその裏側で彼も戦っている。私にも譲れない戦いがある。そう、戦えない人間なんていない。戦うか戦わないか、その選択があるだけよ。さて行きますか。なんとかなるよ、僕がいるからね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい。嘘、こんなことって。なんで GGO にラフコフがいるんだよ。オッケー、メンテナンスは私に任せて。レスガンは私が倒す。お母さん今助けますから。いつかあなたの右腕になってみせるわ。私は強いの、あんたなんかよりずっと。君はいつまで君であり続けられるのかな。私は知っています。マスターは今までいっぱい頑張ってきました。だから自分を信じてください。ソードアートオンラインフェイタルバレット。